あまりにもね、長すぎたね、こう残暑というかね、もうようやく落ち着いてね、明日からはですね、ついにね、多肉のね、春秋型かの、育成適温であるね、10度からだいたい25度と言われてますけどね、その気温にいよいよ入ってきます。今年はね、多肉に限らず紅葉もね、かなり綺麗らしいですね、そういう予測がなされてます。ですんでね、もうあんまりね、そういう25度以下ぐらいになるとあんまりこうあれなんですね、群れとかそういったことの恐れっていうのは極端にね減ってくるんですよ。で、すごくまあ生育の子ね、適してる時期なんで、今日はね、ザザザッとこう水をね、こういう風にあげていきたいと思います。紅葉もね、深まる時期でこうやって水をあげるとね、紅葉がね、またなんて言いますかね、紅葉するのがちょっと遅くなりそうな気がしますけどね。今これ夕方で、今夜からね、かなりこう気温が下がるんで、今日はね、暖かかったんですよ。28度ぐらいありましたからね、かなり暑かったんやけど、この後はね、かなり下がってくるからですね、今夜こういう風にね、今この夕方このように上げていて、もう夜中にかなり冷えるんでですね。ですので、多肉が冷えることで紅葉深まりますからね。水をあげることによって紅葉が冷める、まあそういったことになりそうやけども、今度寒さでね、冷やすとかね、そういった面もあるんで、まあちょっとね、思い切ってやっていこうかなと。水やりはやっぱね、メリハリってとこもありますからね。うん、このように、やっていきたいと思います。まあ、ざーっと上げてますけどね、多少ね、多肉のね、こう様子を見ながら、上げるものと上げないものっていうのは多少こう区別してるんですけどね。例えばこういったやつというのはちょっとね、あんまり上げれてないかなって気がするんで、こういうやつはちょっとね、多めに上げたりですね。もうすでに、歯がパンパンそうなのはね、あまり上げなくていいかなと、そういうふうに思ってます。やっぱりね、群れの恐れとかがね、なくなると水やりもね、結構乱暴にやってもね、もう大丈夫なんでですね、このようにどんどんやっていこうと思います、ね。で、最近あげたね、こういうやつとかにはね、まあちょっとこう控えめにいこうかなと。それとこうレッドエボニーとかね、こうタウラス、ロメオ系はね、まあさほどやんなくていいんで、そこではちょっと パッとこう避ける感じでね、あげてもいいのかなという感じですね。おー、チワエンシスとかも綺麗やな。成長点はなくなりますけどね、すぐこんな感じでね、なくなってますけどね。はい、で水やりするとね、本当多肉がね、より一段と綺麗に見えますもんね。この間取った焼けたアイボリーにもね、たくさんあげましょう、ね。こういう感じで、これとかもちょっと水不足っぽいんで、ちょっと多めにね、ちょっとやると。ざーっとあげてるようでも多少ね、そこら辺の調整っていうのは必要かなと。特にね、どうかな、このようにね、歯がこういっぱいのやつはこう上げれても、この歯が邪魔してあんまりね、やれてないんですね、こう土の方にね。だから結構多めにこうやっとかないと、こういうね、土が出てる分はいいんですけどね、こういう風に土が見えない分っていうのはちょっと多めにあげてもいいのかなと。それとこういうね、マルバーメストローとかね、こういったのね、ハニーピンクとかね、締めたいものはちょっとね、避けて、パッと上げる程度で避けるのが一番いいかなという気がします。パーッとね、上げていきます。こういうね、鉢の小さい素焼きとかいうのはね、もうあれですよね、かなり多めにやっとかないとすぐ乾きますからね、こういったのを多めにあげますね。だからざーっとただ上げてるようでも、実はね、多少そういう風にね、調整してるっていうところがありますね。はい、今度こっち行きましょうね、こっちね。
水あげるとね、紅葉がね、ほんとね、少し遅れるけど、まあかなり冷え込んでくるからね、うん、やれる時にやっときましょう。今夜はだいたいね、雨の予報で、朝もちょっと曇りかな、うん、ですから、このようにね、ガーッとあげましょう。まあいつもね、汚れ取りとかね、ダニの防止とかね、そういったことも兼ねてますからね。はい。ダラ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 やるのが良くないですね、ダラダラね。やるときはザッとやるちゅうね。メリハリがやっぱ大事と思います。いつも言ってますけどね。こういう感じです。いや、これからが楽しみやな。まあ冒頭にも言いましたけどね、今年は本当モミジとかね、山の木の紅葉もかなりね、期待できるそうですよ。うん。まあわざわざね、山に行かなくても、多肉でね、紅葉楽しめますからね、庭先で楽しめる。それがこう良さですね。日々の変化をね、ずっと見れますからね。はい。こんな感じで、メインを終えて、ちょっと玄関前を巻きますかね。はい、こっちがね、玄関前の、こういうふうにね、山帽子とかある、こっちの棚ですね。このハロウィンの雪下にもね。まあ、春秋型って言いましたけどね、冬型も、5度から、20度って言われてますからね。だいたい準じますね。うん、あれですね。春秋型と冬型っていうのはね、大体こう準じるって考えてもいいかもしれないですね。うん、冬型って言っても、マイナスに強いとか、マイナス温度に強いとか、そんなことないですからね。かえってエケベリアの方が強かったりしますからね。はい、こんな感じでね、行きましょう。うわぁ。なんか孫陽雲やったかな。孫陽雲か。うわ、水やり具合やっぱ綺麗やな。ヘラもね、水をプリプリ弾いてですね。それとハロウィンの石化、すごい。こんな感じですね。はい、こっちもね、あげましょう。こっちもあげていきましょう。ざーっとね、ざーっとあげましょう。ブラックサバスとかいい感じやな。葉が丸くなってね。まあ粉がね、ありますけどね。まあお構いなしにちょっと頭からかけてる、そんな感じですけどね。ざーっとね。夏のね、暑さを避けて東側に向いてたね、こんな黒胞子とかね、ヒューケラ、こちらもね、もう玄関前にいよいよ移動していいと思いますんで、こちらをね、移動させたいと思います。こんな感じでですね、玄関前に、黒胞子とか、こちらのね、ヒューケラですね、こんな感じで、移動しました。うん、やっぱヒューケラもね、多肉もいいけどヒューケラもやっぱ綺麗ですね。はい、おすすめですよヒューケラね。こういった感じですかね、玄関前はね。はい、以上ね、こんな感じでね、最高気温がね、25度を下回ってくると、すごくね、こう水やり等も含め、管理のしやすい時期にもなりますしね、いよいよ紅葉をね、楽しめる時期になるんで、これからがね、ほんと楽しみです。水やりしてね、今晩かなり冷えるんで、水やりして紅葉が冷めつつもあるけども、その寒さでね、雇用していく、そういうふうにね、持っていきたいなということで考えてます。まあどうなるかわかりませんけどね。そういったことでね、今日の動画終わりたいと思います。チャンネル登録とかね、高評価していただけると、すごくありがたいです。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。